はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2021年12月の13日の月曜日でございますね。昨日は南紀1号については4両編成だったんですけれどもね、爽やかウォーキングが愛賀駅でありましてですね、多分臨時の増結というような形になったと思います。そのね、証拠に1号は4両編成でしたが、7号ですね、折り返し6号で聞いて、その6号が7号になるんですけれども、それがね、2両編成だったものですからね、臨時的なものだったと思います。さあ、近鉄のね、こちらがですね、サニーカーとね、ACE がね、連結されてるんですね。で、サニーカーが最近ね、ちょっとね、結構頻繁に来るなと思いましてね、今までは ACE と ACE、あとは ACE とエースとかあったんですけどもね、サニーカーね、やはり扉が内開きで、近鉄特急のね、やはり伝統的な、ね、扉をね、まだまだ引き継いでるということでね、これから人気出てくるんじゃないかなっていう風な形でございます。さあ、名古屋車両区、結構この辺も変わってますね。いろんなね、車両がまた入れ替わり立ち替わりというような形でね、どのような形でまた動いていくのかなっていうところもね、また一つの見どころでございますね。最近こう名古屋車両区を見てるのが結構楽しくなってきましたね。いろんなところにね、こんな車両がいるなっていう感じですね。これもちょっとわかんないんですけどもね、向こうにおりましたね。さあ、駅田7号富山行きなんですけど、富山編成は昨日のね、駅田3号のね、富山編成がそのまま中道っていう形になりましたね。で、南紀の3号についても、キハ85の1111から1112になりますね。で、1112はね、以前に飛騨5号とか、飛騨号で使われていましてね、その車両がまあ、混在しているような形ですね。要するに飛騨号と南紀号、別にね、そう確実に分けられてるわけじゃないですね。そんな感じがします。さあ、飛騨5号、飛騨古川行きでございます。本日飛騨号、南紀号ともに増結ございません。これもね、惜しいんですよね。なんかね、見てるとね、キロハ84の2だったかなっていうところですね。量産成功車3つ揃って LED がね、3つ揃うとね、タイムスリップして飛騨号がね、どうするとかね、走りやすさ1989年ぐらいでしょうかね、84ね、それぐらいちょっとタイムスリップできるんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、昨日の4両編成だった南紀1号、要するに1号車と2号車が帰ってきました。昨日は4両編成だったんですけどもね、3号車、4号車は6号で名古屋到着した際にも切り離すという形で、7号はこれでスタートしていましたね。さあ、そんなところでね、この動画終了でございます。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。またね、明日も撮っていきたいと思いますので、ぜひご視聴ください。チャンネル登録まだの方、ぜひともね、していただけると助かりますので、よろしくお願いします。それでは、さよなら。